どうもベルです。今回はグランドマフィアの気まぐれコラムということで、組織総動員イベントについてやっていこうかなと思います。この組織総動員なんですけども、だいたい3週間から1ヶ月に1回来るイベントで、まあ、結構あの時間を使う必要のあるイベントなので、かなり好き嫌いが分かれるイベントだと思うんですけども、正直言います。 あの、私はグランドマフィア。あの、ゲーム自体はもう大好きなんですけど、あの、嫌いなことが3つありまして、えー、それは何かと言いますと、あの、1つ目が、えー、CVC、えー。2つ目が資源略奪。で、3つ目が、えー、この組織総動員です。まあ、あの、単純に、あの、報酬の美味しさと、あの、拘束時間と、労力が一切見合ってないので、 あの、嫌いなイベントだったり、あの、作業だったりするんですけども、あの、だからこそ、このイベント、効率よくポイントを稼いでいく方法だったり、あの、だったりは自分の中で確立してますので、そのあたりの話だったり、この組織総動員イベントの基礎について、今回お話しさせていただこうかなと思います。では、まず、組織総動員の基礎からお話しさせていただこうと思うんですけども、 簡単に言うと、このイベントは、どんどんタスクを受けていって、そのタスクを達成することで、ポイントがどんどん獲得していくことができますので、そのポイントを組織みんなで集めていって、報酬を獲得していくイベントです。また、この組織全体で獲得したポイントによる段階報酬とともに、 他の組織と稼いだポイントによる、えっと、ランキング勝負もあります。で、このランキングによってえ報酬が変化していって、えっと、組織の称号が、えっと、変化していって、えっと、一番下が、えっと、見習いで、一番上がえゴッドファーザーですね。あのこちらはえ同じ称号同士の組織がマッチングして、 え、上位に入ると、え、次の称号に、ランクアップをして、あの、もしくは、え、ゴッドファーザーリーグの場合は、あの、次もその維持ですね。え、していって、え、下位に入ってしまったり、あの、組織ポイントが、あの、低すぎてしまうと、え、ランクダウンしてしまいます。まあ、このあたりの、え、詳しい話については、え、こちらの、えっ、ー、と、ゲーム内のルールまとめですね。 こちらに書いてますので、こちらをご参照いただければと思います。であのこの称号によって何が変わるかと言いますと、まずは、このポイントによる段階報酬ですね。こちらの報酬や段階報酬の最大レベル。そして、組織や個人のランキング報酬。これらが称号によって変化していきます。 また、このタスクを受けれる回数というのも変化していきまして、一つランクが上がるごとに、受けれるタスク上限というのは一つずつ増えていきます。また、あの、いろいろご説明してきたんですけども、このイベントの醍醐味は、こちらのポイントによる報酬ですね。これを獲得するために、タスクをみんなで頑張っていくイベントなんですけども、 こちらは、基本ボーナスと高級ボーナスに分かれています。まず、この基本ボーナスは、組織が指定されたポイントを達成できれば、自分自身のポイントに関係なくもらえるものです。ただ、こちらの右側の高級ボーナスは、組織がその指定されたポイントを達成して、かつ、自分自身もそのポイントを達成しないと、 え、取得できない報酬になります。えー、これはなんでわざわざ、あの、二つに分かれているのと、えー、思った方いらっしゃると思うんですけども、あの、仮に、あの、えっ、ー、と、この個人、えっ、ー、と、個人の必要ポイントが、えー、なかった場合に、あの、めちゃめちゃ頑張った人と、何もしてない人。それは、あの、ランキング報酬以外、あの、みんな同じ報酬になるんですよ。 で、なおかつ、もうこの個人ランキングの報酬なんて、まあ、正直言ってしまうと、たかが知れてるので。で、このあの、個人の、え、ポイントの、え、条件、え、条件があるおかげで、え、ちゃんと頑張った人は、え、その分、え、報酬をいっぱい獲得できるし、じゃ頑張らなかった人は、え、その分、報酬がもらえないというところで、あの、公平性は、え、担保できているのかなと思います。 で、あの、この報酬を、じゃあみんなで、たくさん獲得していくために、タスクをどんどんこなしていく必要があるわけなんですけども、じゃあ、どのタスクをやるべきかですよね。今回の本題にもなるんですけども、おすすめのタスクについてお話ししていこうかなと思います。今回は、称号がアンダーボス、もしくはゴッドファーザーのリーグベースで、 お話しさせていただこうと思うんですけども、ただ、こちら、称号によっては、出てこないクエストっていうのもあると思いますので、あくまで参考までにお聞きいただければと思うんですけども、まず仮に、あの、ゴッドファーザー隊で27段階目の高級ボーナスを獲得したい場合には、組織で合計11万ポイント、そして個人で合計2200ポイント、 え、獲得していく必要があります。そして、ゴッドファーザー隊では、10タスクプラス1000ゴールド使うことで、え、プラス1タスク、え、受けるあの、すなわち、え、合計で11タスク、え、受けることができますので、え、2200ポイントを達成するためには、え、単純計算で1タスクあたり200ポイント、え、稼ぐ必要があるんですけども、 これ結構大変ですよね。で、ここで大事になってくるのが、こちらのチャレンジタスクです。このチャレンジタスクは、タスクの受領回数を消費せずにポイントを獲得していくことができます。こちらの、これらのチャレンジタスクでは、指定された通常のタスクを完了していったり、それらを えっと、条件を満たしたタスクを指定回数クリアすることで、ボーナスポイントを獲得していくことができます。もしくはこちらの、えっと、イベントの開始日もしくは最終日の場合もありますね。あるんですけども、これは、えっと、3種類のうち、いずれか1つのみ達成可能で、クリアすることで350ポイント獲得することができます。 で、あの、この350ポイントっていうのが結構でかくて、あの、2200ポイントにこれをやるかやらないかでだいぶ変わってくるんですよね。なので、達成できそうなチャレンジタスクがある場合には、積極的に行っていただくのが良いのかなと思います。そうすれば、あの、普通のタスクのクリアで、えっと、賄う必要のあるポイントっていうのは、 えっと、2200-350でえ、合計1850ポイントでえ積みますのでえ、1タスクあたりの負担というのもえかなり少なくなるのかなと思います。えただえ、それでも、あの、1850ポイントを11タスクで達成するとなると、1タスクあたり、えだいたい168ポイントえ必要になってしまうので、まあ、それでも、それなりに大変じゃないですか。 ただ、まあ、これ平均で考えると、あの168ポイントなんですけども、これ一回原点に立ち返ってみましょう。あの合わせて1850ポイント稼げばいいんですよ。あの別に全部168ポイント以上のクエストを受ける必要はないんですよ。なので、あの高ポイントのタスクを何回か受けて、残りはもう楽なタスクを受けちゃいましょう。 もう正直、あのー、僕はいつもこうしてます。え、例えば、まあ、楽なタスクっていうのは、えっと、今出てないんですけども、あの、組織タスクだったり、え、ファミリータスクの、こちらのクリアですね。まあ、それはもう、あの、自動で完了して、あの、リセット使えば、あの、すぐ終わる話なので。で、あとは、ちょっと今出てないんですけども、えっと、組織の貢献コインの使用ですね。 あとは、えー、スタミナの1200章か。まあ、そのあたりが、えー、上げられると思うんですけども、であとは、えー、資源略奪の 30M とか。あとは、あの、レベル5のタイルを、えー、指定された回数、えー、略奪完了するとかですね。で、これらも、まあ、一瞬では終わらないですけども、まあ、何回か略奪いけば、えー、終わると思いますし、あの、資源略奪 30M だったら、152ポイント。 で、レベル5の略奪回数だと、えっと、3回のクエストだと141ポイント。で、5回のクエストだと175ポイントっていうところでえ、非常に優秀なのかなと思います。で、あとは、えゴールドに余裕があって、あの、欲しい新軍スキンとか、現状ない場合には、あの、ゴールドの消費クエストを、この組織総動員で受けていって、あの、ビップポイントだったり、 えっと、こちらのゴールドストアで必要なものを購入していただくのもいいのかなと思います。ただ、ここで注意が必要なのが、あの、楽なクエスト、イコール、アイテムを使わないということではなくて、あの、時間がかからないクエストだということです。例えば、あの、密輸船の交換だったり、あの、ミステリアスギフトの受領クエスト、 えこれらのタスクって、あの、アイテムを,を使うことはないんですけども、時間がめちゃめちゃかかるんですよ。あの、あくまで、あの、11タスクを7日間で終わらす必要がありますので、あの、この密輸性のタスクだったり、あの、ミステリアスギフトのえタスクを受けてしまうと、もうそっちに、あの、時間取ってらんないんですよ。 また、まあ、この時間がえ多くかかってしまうことから、あの、チャレンジタスクに密輸船のタスクが来ても、やるべきではありません。あの、このチャレンジタスクをやるためだけに、あの、イベント期間の半分以上を消費しちゃうと、それはそれでだいぶ厳しくなっちゃうので。まあ、そうすると、まあ、結果的にポイントを取っていけなくて、あの、お勧めできないんですけども、じゃあ逆に、あの、そこまで、 あの、タスクは人気ではなくて残ってるけども、実はおすすめなのがありまして、え、それまあ何かと言いますと、ちょっと今出てないんですけども、え、こちらのえ時短の消費クエストです。これはあの時間が、えっと、消費時短が短いやつなんですけども、えっと、おすすめしたいのは、43,200分。え、すなわちえ、30日分、えっと、時短を消費するクエストです。 でこちらのクエストで、えっと、30日分え、時短を消費していただくことで、200ポイント獲得できるんですよ。で、これ、あの、めちゃめちゃ、あのー、コスパ良くて、あの、30日消費するのって、ま、一見めちゃめちゃ面倒に見えるんですけども、あの、別に、あの、投資の加速を、あの、めちゃめちゃ長い投資をやってる場合には、あの、完了させないで、30日分だけ時短使えばいい話ですし、 あとは、えー、トレーニングで、あの、ヘルイベントやっているときに、あの、t、えっと、t4 じゃなくて、t3 を作ればいいんですよ。あの、あとは、えっと、まあ、終わった後に、あの、t3 を、後で、あの、t4 にアップグレードす、アップグレードすればいいだけなので。え、これ、ま、一応なんで、えっと、t4 ではなくて、まあ、t3 作るのっていうところなんですけども、 あの、まあ、えっと、ヘルイベントやるときに、まあ、T3 の方が、あの、同じポイントを取ろうとしたときに、あの、時短を多く消費する必要があるからですね。まあ、なかなかあの、T4 で30日使うって結構大変なので、まあ、ダイヤ的にも、まあ、結構大変なので、まあ、基本的な T3 で30日分使っていただくのがいいのかなと思います。で、あとは、えー、ちょうど今、えー、受注しているクエスタスクなんですけども、 えこちらのファミリーコインの消費クエストですね。えこちらもえかなりおすすめです。あのファミリーコインは、まあ、なるべく、あの兵隊ランクが、えっと、10になるまでは、あの建設のヘルキャット、あのセクシーキャット、もしくはプロフェッサーが入手できるヘルイベントですね。まあそれか、集長戦の限定イベントで、 え、消費していただくのがおすすめなんですけども、えー、この組織総員、総動員で使っていくのもめちゃめちゃありです。あの、500枚消費で、えっと、132ポイント。で、1000枚消費で169ポイント。で、2000枚で228ポイントになるので、あの、かなり美味しいんですよね。で、これらのクエストを、 え、受注できるときに、あの、ガンガン、え、受注していって、え、ポイントを稼いでいくのが、え、メインになるんですけども、え、ただ、え、これだけじゃ、2200ポイント届かないんですよ。あの、30日時段の、えっと、消費クエストだったり、え、ファミリーコインの2000枚の、え、消費クエストを、あの、たくさん受けれ,ればいいんですけども、ま、さすがにそこまでたくさんは、え、受注できないので、 100ポイントから150ポイントほどの、えー、タスクも、えー、何個か受けることになります。そうなると、えー、高ポイントのタスクっていうのも、えー、何個か必要になるんですけども、えー、そこでお勧すすめしたいのが、あの、えっと、その前に結構やりがちだと思うんですけども、やっ,やってはいけないのは、えー、ランダムタスクです。あのー、 ランザムタスクって、あの、ポイント自体は結構高いんですけども、あの、受注する前に何か分かんないんですよ。まあ、確かに、あの、まあ、美味しいクエストが弾けた時はもうめちゃめちゃいいんですけど、場合によっては破棄しなきゃいけないクエストも結構あるんですよね。あの、まあ、ゴールドの消費クエストだったり、あの、え投資の大幅戦力アップだったり、あの、課金クエだったり、密輸戦だったり、 あの、ミステリースギフトの開封だったり。本当まあ、楽なクエ、あの、タスク引ければいいんですけど、もう引けなかった時に、あの、破棄しなきゃいけないクエスト。え、もしくは、破棄はしないけども、まあ、時間えっと、時間を大きく消費してしまうタスクを受けた時の負荷っていうのが、もうかなり半端ないんですよね。じゃ仮に、じゃ一1タスク、あの、できなかった時に、えっと、 そうすると、じゃあ、最大でも残り10個のタスクで2200ポイント取らないってい取らなきゃいけないっていう風になるので、そうすると1タスクあたりの負担がかなり増えちゃうんですよね。なので、このリスクがあるランダムクエタスクっていうのは基本的に受けない方が良いのかなと思います。じゃあ、どうするのかっていうとこなんですけども、あの、ヘルイベント3段、えっと、3段階クリアの えっと、合計5回クリア。え、もしくは、え8回クリアのタスク。えー、これをやっていきましょう。まあ、このタスクって、まあ、かなり敬遠されている方、えー、多いと思うんですけども、あの、ある程度まとまった時間が取れれば、あの、えっと、まとまった時間が取れるときにやれば、このタスクって全然クリアできるんですよ。ちょっと今出てないのであれなんですけども、あの、ヘルイベ5回のは、 えー、制限時間が10時間で242ポイント。で、ヘルイベ8回のは、えー、制限時間が16時間で352ポイントなんですけども、まあ、確かにこれ大変です。えーまあ、ただ、ヘルイベってそもそも強くなりたいのであれば、あの、ひたすら回数こなしていくべきですし、あの、仮に、えっと、時刻が50分ごろ。 えっと、その時間のヘルイベント後の、えっと、ヘルイベントは、えっと、0分から55分に、えっと、行われるイベントで、毎時間更新されるものなので、えっと、50分、えっと、すなわち、えっと、終了5分前ですね。えそのあたりに、え組織総動員の、えっと、クエストを受注していただいて、えっと、ヘルイベントをえクリアしていって、で、その後、えー、数分待って、 え次のヘルイベントが出てきたら、えー、そのヘルイベントをやれば、もうそれだけで、えっと、2回クリアしたことにもちろんなりますので、えそうすれば、あの、例えばじゃあ、えっと、5回のクエストだったらあの、そのうち2回達成したことになるので、残り3回だけでいいんですよ。そう考えると、結構楽じゃないですか。まあ、あとは、えー、1時間に1回、えー、っとログインしていただいて、 あの、できるヘルイベントだったら、もう数分で、ね、サクッと終わらせてしまえば、もうその後すぐログアウトして大丈夫なので。まあ、ただ、あの、このヘルイベ系アのタスクは、あの、時間に猶予があるものほど、えー、コストパフォーマンスっていうのは、えー、どんどん悪くなっていきます。えー、例えば、えー、3日間ぐらいで、あの、ヘルイベントを12回クリアという、えー、タスクがありまして、 え、それは320ポイントのえタスクなんですけども、あの、あれ受けるくらいだったら、あの、頑張って16時間で8回ヘルイベクリアして、あの、352ポイントもらった方が絶対いいので、ここはちょっとえ注意が必要なのかなと思います。まあ、あとは、えっと、ヘルイベ3回のクエストですね。あれって169ポイントで、えっと、 制限時間が、えっと、9時間のえタスクなんですけども、あの、あれやる、えっと、あれ受けるんだったら、あの、他の楽なタスクをもっと、130ポイントとか、えっと、112ポイントとか、えそれくらいのタスクでいいから、そっちを受けていって、あの、えその代わりに、じゃあ、ヘルイ5回とか、ヘルイ八8回とかのタスクを、あの、1回だけでいいから受けた方が、結果的にポイントにつながるので、 えっと、このヘルイベントのタスクについては、ちょっと見極めが必要で、まあ、基本的には24、242ポイントと352ポイントのタスクのみ受けていただくのが良いのかなと思います。で、あの、まあ、このヘルイベンえっと、ヘルイベの、えっと、高ポイントの、えっと、タスクを、組織総動員の中で、あの、1回か2回やって、あの、残りを、えっと、先ほどお伝えした、 えっと、チャレンジタスクの、えー、内容のものだったり、あの、簡単に終わるやつをやっていけば、2200ポイント達成できるんですよ。で、あとは、あの、ヘルイベ関連で、あの、10位内に、えっと、入るタスクだったり、70位内に、えっと、入るものもあるんですけども、あれは結構タスクによりけりです。えまずは、えー、10位内についてなんですけども、10位内って、 結構厳しいんですよね。あの、組織総動員中って、あの、普段の10位ボーダーより明らかに上がるので。え、そうなると、あの、3段階クリアの、えっと、ポイントの2倍だったり3倍のポイントを稼いでも、あの、入れないヘルイメントもぶっちゃけあるんですよ。なので、えっと、無理に10位以内の、えっと、ランキングを狙うクエストを、えっと、10位以内を狙っていくよりかは、 あの、ヘルイベの報酬的にも、じゃ、その分、あの、じゃ、1回で、じゃ、3、三倍分のポイントを稼ぐより、あの、ちょうど3段階クリアの、えっと、ポイントを稼ぐのを3回やった方が、報酬的にも美味しいので、え、基本的には、あの、無理に受けていく必要は、え、ないのかなと思います。え、ただ、あの、1回10位以内に、えっと、入るタスクだと、187ポイント。 で、2回だと、あの、確か200ポイント後半の、えっと、ポイントだったと思いますので、あの、場合によっては、えチャレンジしていくのも良いのかなと思います。で、ちょっと今、出てないんですけども、えヘルイベの70以内のタスクですね。あれなんですけど、えっと、実は地味におすすめです。で、これなぜかというと、あの、ヘルイベって、結構意識しなくても、 70位以内って入れるんですよね。まあ、このあの、セクシーキャットの、えっと、ヘルイベントはなかなか厳しいんですけども、あの、普通のヘルイベントだと、70位以内に入賞するのって、結構、ちょうど3段階の、えっと、三段階の、えっと、クリエ、段階クリアでも、割と入れたりするんですよ。で、あの、えっと、ヘルイベの70位以内に、えっと、7回入賞するタスクだと、 あの、タスクの制限時間が2日半なんですよ。で、それでポイントは確か290ポイントなので。あの、まあ、時間に余裕を持ってヘルイベントのタスクをやっていきたい方には、えー、かなり、えー、お勧めできるタスクなのかなと思います。えー、ただ、えー、その一方でお勧めできないのが、えー、揃い、えっ、ー、と、今ちょうど出てるんですけども、 えーソ、ソロイベントのランキング入賞タスクです。あのー、これそもそも、ソロイベって、1回のイベント時間が3時間なので、回転効率めちゃめちゃ悪いんですよ。で、それに加えて、あの、ソロイベって、あの、報酬が美味しくないので。ま、あくまで、あの、ヘルイベのおまけ報酬的な立ち位置なので、 この、えっと、仮にヘルイベントが噛み合ってないときに、ソロイベントの入賞を狙うって、本当に無意味極まりないので。なので、基本的には、このソロイベントの入賞タスクは受けない方が良いのかなと思います。もし受けるにしても、このソロイベントで、ちょうどまあ、ヘルイベントがうまいこと噛み合ったりしてて、あれですね、ちょうどまあ、投資のやつのでっかいやつをやって、 あの、500万とか、まあ、たくさんポイントがあって、まあまあ、あのー、特に意識しなくても、まあ、10位以内入れるだろうっていう場合のみ、受けていただくのが良いのかなと思います。まあ、あとは、えっと、課金される方は、えー、課金系のタスクを、えー、受けることで、えー、ポイントをたくさん獲得していくことが、えー、できますし、まあ、あとはもう、あの、最終手段ではあるんですけども、あの、パックの購入数の、 え、タスクを受けていただいて、えっと、こちらの、え、普通のパック購入じゃなくて、えっと、ゴールド購入の、えっと、一番値段が低い、120円のやつですね。え、こちらを、え、そのパックの個数分だけ買っていくというのも、一応手段としてはあります。まあ、ただ、あの、正直僕はめちゃめちゃもったいないと思ってるので、あの、本当に最終手段として、頭の隅に置いておくくらいで、 良いのかなと思います。え、あとは、えー、こちらの、え、組織総動員のタスク。あの、R4 以上のメンバーと、え、あとは、えっと、R3 でも、えっと、リーダーから、えっと、管理権限をもらったメンバーだと、えー、タスクをリセットすることが、え、できますので、まあ、各組織によって、えー、ルールはあると思うんですけども、まあ、個人的には、え、100ポイント以下の、えー、タスクだったり、 ま、こういう不人気,気,不人気タスク、不人気タスクですね。えー、こちらをガンガン、あの、リセットしていただくのが良いのかなと思います。まあ、この組織総動員、あの、本当結構大変なイベントで、ま、あまり好きではない方も、まあ、ぶっちゃけ多いのかなと思うんですけども、まあ、ちゃんと効率よくやっていけば、えー、そこまで苦労せずに、えー、報酬を獲得していくことができますので、えー、今回の動画が参考になれば、えー、嬉しいなと思います。 えでは、えー、今回の動画はこの辺りで、えー、締めたいなと思います。えー、最後までご視聴いただきありがとうございました。えー、チャンネル登録していただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、えー、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ